さあ今日は1月5日ということで、まあ、もちろん皆さん知ってると思いますけども、いちごの日だそうです。まあ、1月5日って言ったらね、いちごの日、まあ、もう間違いないですよね。祝日にしてもいいくらいいちごを祝おうみたいなね。本当ですよね。私いちご好きなんですよ。だからすごく嬉しいなと思って、大島いちごに改名しますいやでも本当になんかいちご好きとか言うと、またみたいな、可愛くぶってみたいな、そういうちょっと世間の風潮あるじゃないですか。いやなんかあんまり言いづらいんですよ。そうだからいちご単体で言うんじゃなくて、いちごと唐揚げって言うようにしてるんですけどそうそう、なんかいちごだけだと可愛い感じに寄っちゃうので、そうちょっとね、唐揚げっていうお肉系も添えておくっていうねそうでもそれくらいいちご大好きなので、今日はすごい幸せだなと思って。そう、6種類も食べられるんですよ。嬉しいですよね。なのでね、ぜひこれはみたいな、あんまり当てにならない私の食レポを聞きつつ、マイいちごチャートね、作っていきたいと思います。これか